三谷幸喜氏脚本で注目を集める NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人。新キャストが発表されているが、注目はアクション女優として人気上昇中の山本千尋、25歳だ。時代劇研究家でコラムニストのペリー荻野さんが山本のすごい経歴について解説する。大河ドラマ鎌倉殿の13人は、頼朝、大泉洋が死去。後を継いだ嫡男、頼家、金子大地を補佐するべく、絵馬義時、小栗旬ら13人の御家人が勢揃い。それが気に食わない頼家は、自ら選んだ若武者を側近にして、幕府の中はピリピリ。不穏な空気が漂っている。その一方、頼家の側室ですでに息子、一幡を授かった摂、山谷花順と正室の執事、北加奈が早くもバトルを繰り広げ、頼家にとっては、家の中も、ピリピリ状態で大変なことになっている。後半に入り、新キャストも続々登場しているが、中でも私が注目するのは、これから登場する塔を演じる、山本千尋だ。塔は、善児、梶原芳に育てられた孤児である。善児といえば、出てくるたびに人が死ぬと恐れられるドラマ屈指の不吉な存在。まだまだ重要人物が謎の死を遂げることになる。このドラマで一体どれだけ登場するのかとドキドキするが、その人物に育てられた塔を山本千尋が演じるというんだから、こりゃ大変である。何しろ、1996年生まれの山本は、幼い頃から中国武術を習い、2008年2012年に世界ジュニア武術選手権大会、槍術部門で金メダルを獲得するなど、卓越したキャリアの持ち主なのだ。私が初めて彼女に注目したのは、映画デビュー作、うずまさライムライト。長年嫌われ、役として仕事をしてきたベテラン俳優、福本清三に見込まれ、殺人の指導を受けて大成する。新人女優役だった。この作品で山本は2015年ジャパンアクションアワードでベストアクション女優優秀賞を受賞している。